どうもしゅんです。こんにちは。こんにちは、ゆりかです。本日は僕の直属の上司の PR25 編集長の渡辺さんに来ていただきました。お願いします。今日はありがとうございます。貴重なお時間を。いえ。ということでですね、渡辺さんの就活時代のお話であったりとか、今のキャリア感をお聞きしたいなっていうふうに思ってます。就職浪人したんですよ、ね、そう、俺本当全然よく分かってなかったの。もうみんなが就活して終わりかけぐらいの時になんかやんなきゃいけないのかと思い出して、あ、やばいってなって、もう就活が終わっちゃったんで本当に何も考えてなくて、情報もなくて何もしてないし、軸もないし、どこで働きたいかも全くなくて、なんとなく就職してっていう感じ、本当に意外で、そんなあんま良くない経験をしつつ、ただ今別にその時のビハインド全く関係なくなってることしてて、だから結果就活に悩んじゃう学生を励ましたい気持ちがめちゃあって、全然大丈夫っていう。でも実際めちゃくちゃしんどいと思うんですよね、就職先決まらない子とか。僕周りでも何人かいるんですけど、そうだよね、本当に辛い思いしてるんですよね。全然大丈夫だ、本当に全く問題ない。初めどの会社に入ったらいいか、極論言うとどこでもいい。でもやっぱり就活今やってて、大手とかめっちゃ引かれるし、不安は取り除けない。無理ゲーなんだよ、新卒採用って。いや、倍率が高すぎて、企業の。例えば俺サイバーエージェントに今入ってるけど、なんとなく名前を知ってたから受けたんだよ。あ、新卒の時に受けたんです。でももう全然速攻落ちてて、中途で入った方が圧倒的に入りやすい。でも意外ですよね、それ。サイバーとかって中東の方がもうかなりスキルとか優秀な人じゃないと入れないイメージあるんですけど、ちゃんと自分を見てもらえた上でイエスノーが出るので。新卒ってさ、運もあるし、でフーダー面接ってさ、どう振る舞うとか。でも中東だったら一応やっぱ応募したら1対1の面接から始まるわけじゃん。だからちゃんと見てもらえるっていう感覚があるから、新卒の集団の中でどう勝ち抜くかって、もうやだよね、あんなことするの成功欲求とかそういうのに対する上は強かった。そういうの強い子。そうですね、どちらかというとのし上がりたいとか、ね、力をつけて、だったらもうベンチャーとかめっちゃいいと思うね。めちゃくちゃいいと思う。ダイアリーもマジでいいと思う。だって俺普通にね、第二新卒25歳ぐらいの子に面接するんだったら、ベンチャーでやってる子の方が魅力的に見える、普通に。もちろん何をやってたかだけど、任される採用とか全然違うし、やっぱりそんないきなり自分で考えてトライできる環境ってそんなにすぐはないと思うんだけど、いきなりあるしね。成長産業を選ぶといいよとはやっぱ思うね。それなんでかっていうと、どんどん新しいポストが生まれるから、そうではない業界って上司がいてね、このポストがなかなか空かないんだよね。ただ成長産業に行くと、その人がまた次のことにチャレンジして、でここが開くんで下が上がってるっていうのが頻繁に起こるんで、やっぱ再利用もできるし、チャレンジもできるしっていうので、そういう意味でいいと思う。そこさえ抑えとけば、企業の雰囲気とかノリとか、社員の人になった時の自分との相性とかさ、そういうところでなんとなく選んじゃったら全然いい気がするね。で、結論言うとね、いかに自分で考えて動いてきたかの総量が魅力的なキャリアにつながると思ってるんで、それができる環境だったらどこでもいいと思うね、本当に。もちろんさ、全然興味がないとか、全然やりたくないとかっていうことに、そこに行く必要はないと思うんだけど、ただすっごいやりたいものってなるとまた少ないわけじゃん。ただなんか悪くないなぐらいだったら全然ありの方に入れちゃって、自分で考えてトライできる環境だとしたら、もうどこでも大丈夫。じゃあゆりかさん、ダイアリーに就職するしかないね、もう。なんかでも全然いいと思うよ、この零細企業は。もう若手が成長するために何が一番大事かって言ったら、決断経験って言ってるよね。それ間違いないと思うんだよね。やりたいことってないもんないと思うんだよね確かに考えても出てこないと思う。ただ自分で仕事を頑張ってできることが増えていく過程で、なんか運命的にこれをやりたいって思う瞬間があったりとか、自分はこの人を助けたいとか、社会を変えたいとかって急に使命を帯びたりするタイミングがあるので、タイミングはいつ来るか分かんないし、自分で今考えても引き寄せられないんだよね。出てこないんですよ、だからもうそこは流れに任せて、それが出てくるタイミングを待てばいいと思って、自分のできることとかね、実力がついていくと、その時にね、それを捉えやすくなるというか、無理に考えるのは無理だと思うんだよね。成功したりとか、そういう山付けがあるとかで十分。渡辺さんの場合のその意思決定の軸とか自分の軸ってどういう経験から形成されたんですか？働いて自分のできることが増えていって、得意なことっていうのがよく分かってきたので、まあ苦手も分かってきたけどね。自分はその自分の能力が一番最大化できて、まあ、会社なり社会なりにインパクトを与えられることをやっていきたい、そこが強いかな。でその中で当然ね、嫌なことっていうのがあるわけで、まあ、そういうのは避けるけど、なんかそれ以外だったら自分はそこまでえり好みしないでトライしていくタイプかもしれない、まあ没頭したら好きになるっていうか、それやっぱ得意を磨いていくことでどんどん選択はそっちに行っていったりとか。そういう点では就職活動を仮に失敗したりとか、もう時間ないって今 その大学4年生とかが長い人生を通して働きながら自分の軸を見つけたりとか、自分の得意なことが新たにできるっていうことを考えると、そんなに悲観しなくていいっていうことですよね。いや本当そうよ。渡辺さんがもし今就活生だったらどういう企業に今なら行きますか？ベンチャーだな。ベンチャーどれぐらいのベンチャーですか？20〜30人ぐらいだとちょうどいいかもしれない。早く得意を分析してそれが活かせて、で嫌いは避ける、この2つさえできてればいいと思う。どこでもあとは割と直感、そうまあなんとなくいいなとかそういうのは大事な気がするけど、あまりだから狭めない方がいいし、そっからの頑張りでどうにでもなるから、そこを悩みすぎるとやった泣いてもらったゴールみたいになっちゃうから、そのマインドがマジ終わってるね。だから逆にうまくいかないぐらいで入った方がさ、何くそって思ってるその気持ちの方が貴重だよね。ああそっから頑張れますもんね、入ってからだしさ、副業みたいなものを早くからやる人もいてさ、本当にやりたいことがあった時にそういうふうにトライして立体的にキャリア作る人も増えてきてるしね、初めに入った会社で何かが閉じるってないから絶対。気持ちが本当に楽になりました。全然大丈夫。本当大丈夫。就活が全てみたいになってしまってたし、さっき裁判落ちたことに関してはすごいあーって落ち込んでたんですけど、落ちてるしね。落ちてるね。なんでポジティブに就活しようって思いました。そう思ったらね、急にうまくいったりする可能性もあるね。要はどこでも大丈夫だっていうそのさ、晴れやかな気持ちがポジティブに移るみたいなさ。面接官にってことですか。やっぱ塞ぎ込んじゃったりとか、切羽詰まってる余裕がないさ学生ってちょっと不安になるよね。これが全てだと思ってんのかなっていう。もちろんその熱い気持ちは嬉しいけど、そのやっぱ依存心みたいなものって不幸になるので、だからもっとたくましくはつらつとやってる方が逆にいい結果になるんじゃないかな気もする。貴重なご意見ありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫ということで、深夜の擬似語チャンネルもぜひご覧ください。はい、ありがとうございました。